それではただいまより、のは会見の方を行いたいと思います。ではまずはじめに内田会長よりお願いいたします。はい、本日は会見にお集まりくださいましてありがとうございます。また時間が、少々遅れてしまったことを、心よりお詫び申し上げます。まずですね、2017年最初のシリーズであるファーストナビゲーションを終えまして、一言なんですけれども、まさに今年のキャッチフレーズであるノア・ザ・リボーンにふさわしい試合が行われたと私自身も思っております。新しいチャンピオンが生まれたりですね、各選手が自分の思いを口にして行動を起こすようになりました。これはもう素晴らしいことだと思っております。その中でですね、私念頭にも申し上げましたように、ノアの選手、またノアのリングに上がっている選手全てにの選手にチャンスを与えていきたいと申し上げました通りですね、次期セカンドナビゲーション2月18日、福岡博多スターレインにおきまして、石森泰治選手、弘樹選手対早田選手、陽平選手による GHC ジュニアヘビー級タッグ王座決定戦を行いたいと思っております。これはもうどちらもですね、ジュニア、ヘビー級タッグに並々ならぬ思いを寄せておりまして、また早田選手、陽平選手もですね、ノアに参戦しながら、確実に結果を出し、また力強いアピールがあったので、そこは踏んでこの大会を決定いたしました。そして、ちょっと先なんですけど、グレートボヤージ2017 in 横浜で3月12日横浜文化体育館で第28代選手権者中島克彦選手に塩崎剛選手が挑戦する GHC ヘビー級選手権試合を行います。これは塩崎選手のアピールをチャンピオンである中島選手が受けましたので、横浜文体という舞台で、ふさわしい舞台ですね、チャンピオンシップを行っていただきたいというふうに思い、決定いたしました。また、同日ですけれども、GHC ジュニアヘビー級選手権試合で第33代大原はじめ選手、素晴らしいチャンピオンとして、防衛、先日も防衛いたしましたけれども、ここにですね、熊野選手が挑戦を表明し、それをチャンピオンが受けていただいたので、この日に GHC ジュニアヘビー級選手権を行うことを決定いたしました。また他の2月シリーズなんですけれども、お手元の資料を参照いただいて、広くお伝えしていただければと思っております。この中でですね、2月14日後楽園ホール大会で、剣王選手と大原はじめ選手のシングルマッチ、小峠選手と原田選手のシングルマッチを組んでおります。これはですね、お互いパートナーだった選手が、一方的にヘビー級に行ってしまったりとか、そういうところがあって、お互いの思いをですね、やはりプロレスラーなのでリング上で戦いながら語り合ってほしいと、そういう意思で、この試合を決めました。ですからまた2月のシリーズもですね、大変エキサイティングなシリーズになると私思っております。どうぞ皆さんご来場ください。ありがとうございました。それではですね、まず大阪エディオンアリーナでですね、原田選手、奥田氏初防衛成功しました大原選手、試合を振り返ってお願いいたします。はい、お集まりの皆さん、中継放送をご覧の皆さん、こんにちは。
GHC ジュニアヘビー級チャンピオン無意弁大原はじめです。やっと、原大輔を倒し、そしてね石森先輩をね戦ってこのベルト獲得して、この2人に素晴らしいレスラー2人に勝って、やっとこう胸を張ってね大きな声で、ノアのチャンピオンですと、 GHC ジュニアヘビー級チャンピオンですと、そう言える日がやってきました。大阪では非常に原大輔もうさすがだなとしか言いようがありません。本当に紙一重で勝つことができましたし、今までの自分だったらもう3カウント入っているような試合でした。今までのやっぱ自分と違うチャンピオンとしての大原はじめをやっぱ原田大輔は、引き出してくれたと思っています。そして今自分は結果も実績も出せたノアのジュニアのこのチャンピオンだとして、もうこれからどんどんノアジュニアを兼任してね無意弁にしていく立場だと思っております。ありがとうございます。次の挑戦者に熊野選手を決定いたしましたが、そのことについてお願いいたします。はい、大阪でもね熊野リングで、訴えてきました。で僕もリング上でマイクを持って言いましたけれども、彼はずっと変わろう変わろうともがき苦しんで試合をしてきました、ね、まだはっきり言って実績も結果も出してはいません。お客さんもきっとそれはねみんな思ってると思います。だからね挑戦者としてふさわしいかどうかという風な見方をしたら全くふさわしくないと思ってます。だけどこれはね自分がその年明け一発目の時もそうでした。自分もそのまあここ最近ノアに来てのここの1年2年の結果だけを見たらはっきり言って自分もふさわしくない人間でした。しかしここに会長が言ってくれました。誰にでもチャンスを与えると、そういう今のノアの方向性にとっても熊野の挑戦っていうのはありではないかと思ってますし、僕自身やっぱり若い時からチャンスを与えてもらって21歳の時にアレナメヒコで NWA 世界ウェルター級のベルトを巻くたのもやっぱそういうきっかけチャンスを与えてくれたからでした。実績も何もなかったです。でも実績を作るってことはそういうチャレンジ挑戦そこからできてくるものでもあると思うんです。だから熊野が挑戦チャレンジするということはノアにとっていいことだと思います。このチャンスをものにして熊野がちゃんと変身してプロレスリングノアのノアジュニアの顔の一人になってくれればノア全体のね引き上げになると思うし、リングがもっと面白くなっています。チャンピオンとして熊野が今までと違うね熊野の面を出して素晴らしいレスラーとしてね見せれるような引き上げをね俺は今回対熊野戦では見せたいなと思ってます。そして熊野に俺を踏み台にしてもらって構わないです。そしてノアのノア生まれノア育ちノアの生え抜きの意地を俺に見せてみろ、そう思ってます。ありがとうございます。またタイトルマッチとは異なりますが、元パートナーの KO 選手のシングルマッチも決まりましたが、はい、そのことについてお願いいたします。なかなかね会長もこのタイミングで面白いカードを組むなと、まあ、聞いて今思いましたけども、早いもんでね1ヶ月前と今状況が全く違いますね。僕自身こうやってジュニアのチャンピオンとしてやってますし、剣王も剣王で GHC のヘビーのタックルのチャンピオンになりましたね。だいぶ状況が違います。だからはっきり言って過去がどうとかそういうのは今回に限っては俺はそんな関係ないかなと思ってます。だけどやっぱり今、あえてシングルをやること、非常に楽しみです。彼はね自分のことをきっと舐めてかかってると思うしね、見下してると思います。だからこそリング上でさっきも言いましたけど今の俺のプロレスをあいつにぶつけてやりたいと思います。きっとすごいいい試合ができると思いますよ。ありがとうございます。それでは、質疑応答をお受けしたいと思います。先ほど熊野選手の印象で、まあ、どちらかというとノアのためになるとか、彼を引き上げてやるとかっていう発言が目立つんですけれど、純粋に一選手として脅威には感じていないということでしょうか。はい、脅威には今の時点では感じてません。だけども彼がやっぱりその
やろうとしてる気持ちとか行動は勝ってます。12月彼はすごいなんだ自分にかなり突っかかってきたのがありましたね。やっぱそういうのって非常にやっぱ心には響きますよね。まあまだまだまだと思ってますけど、やっぱそういうでも行動を起こしてるってことは自分の中でやっぱり変わろうっていうその向上心からの行動だと思うので、うん、だからそういう意味では勝ってます。だからこの2月のシリーズで彼がどんだけ変わって、うん、3月のね12日の横浜分隊に向けてどこまで彼が面白くしてくれるかな、そういう期待は持ってます。改めて横浜分隊という、まあ、大きい、まあ、ビッグマッチになりますけれども、うん、はい、まあ、そこにジュニアのチャンピオンとして立つっていうのはもうやっぱり過去のビッグマッチとは全然、望む気持ちが違うと思うんですけれども、まあ、横浜分隊をチャンピオンとして迎えるっていうことについて改めてどのような気持ちをお持ちでしょうか。そうですね、もうあのチャンピオンになることがご無沙汰すぎて、なんかもう自分がチャンピオンなのかどうかっていうなんか、ね、あんまりそういう感覚もなんか懐かしすぎちゃって、もうかれこれ8年ぐらい前の話なのに、自分がしょっちゅう、ね、シングルのベルトを巻いて荒波彦とか出てたのはもうそんなもう前になってしまうので、まあ、改めて新しくねこう日本で初めてこうベルトを巻いて、うん、ちょっとやっぱそのなんだろう、挫折も繰り返しなかなかベルトも巻くことができず遠回りする時間が多かったと思うんですけど、今やっとこうやってたどり着いてノアのジュニアをやっぱこう兼任していかないといけないという気持ちもありますし、その対戦相手が熊野ということでやっぱりお客さんの、ね、見る目が非常に厳しいと思うんですよ。熊野に何ができるんだと、そういった中でね熊野の良さというかね、熊野のまだ出してない部分、出せてない部分をこう引き出せるような、そんなチャンピオンとしてね、やっぱ器の大きさを見せて旅館分隊の試合を盛り上げ、そしてね俺がちゃんと引っ張ってあいつをねいいレスラーにしたいなと思ってます。期待感を高めるということがやっぱり2月の連勝戦からまあ重要になってくるというと、ね、はい、その通りです、はい、だけどこれモロハの剣でもあって、熊野はこれで本当に結果出せなかったらもうこの先ないと思うんですよ。この2月のシリーズであいつがお客さんの目をね少しでも自分の方に向けることができなければ、あいつはこのまま何も変わらないですよ、うん、3月以降、横浜以降あいつのいる場がノアにはないかもしれない。それぐらいの覚悟を持ってほしいし、さっきも言いましたけどノア育ち、ノア生まれ、ノアのね生え抜きなんだから、ノアの意地をね俺にぶつけてみろと、そういう気持ちです。他に質問の方よろしいでしょうか。それではフォトセッションの方は後ほど行いますので、以上をもしまして大原選手の会見の方を終了したいと思います。ありがとうございました。というわけで今日も無意ピエン。それでは大阪のタイトルマッチを振り返ってコメントの方をお願いいたします。とにかく王者チームもやっぱり必死、こっちが必死になっていった分向こうもすごい必死になって、熱い試合ができたと思うし、その試合を制して、ベルト8歳間というのはすごい意味のある勝利だったと思います。ここから一つやっぱり、次の挑戦者が誰も名乗り上げなかったこととか、次につながるような展開がなかったということに関してはやっぱり僕らが、タッグチャンピオンとしてまだ、そんなに魅力がないのかもしれないし、まあそれはいい意味で捉えれば、なんだろう、まっさらなタッグチャンピオンのベルトになったということなんで、僕ら色に染めていきたいなと思っています。慶応選手お願いします。まあ1月から新生ノアになって、初の東京以外のところでビッグマッチ組まれて、あんだけのね客の草野郎どもが入ってあんだけの歓声してくれて、これからね、今後もああいう雰囲気をこう
ていくのが俺たちの仕事だと思うし、このねタックベルトもあるので、本当新鮮のは俺たちがもう引っ張っていこうっていう決心がすごいできた大会だったなって俺は思います。また慶応選手は、大原選手のシングルマッチが2月14日後楽園で決まりましたが、そのことについてお願いします。まあ第一ね、今更大原とシングルマッチなんで組むんだって俺はもう一番に思うし、まあね、それ組むのはもう本当この右にいるクソ内田会長だなって俺は思うし、まあそういうところでこういう言い争いをしてくるところが本当ね、新鮮のはどういうことだと思うけど、まあそういうのには俺は屈しせずに、何かをこうね、その生み出していきたいなって俺は思ってます。ケモンさんはあの次期挑戦者がいまだに、まあ、まだ出てきていないことについてどのような意見をお持ちでしょうか。本当ね、俺たちが大阪でチャンピオンになって、俺だったらね、すぐ動いてるところ、誰も動かないっていうところがすごいこう、このノアのこの雰囲気にこうすごい歯がゆいところはあるっていうのが正直な気持ちだよね。まあ、でも剣王さんとしては、ヘビー級のタイトルに、初挑戦で初体感と、まあ、小峠選手では取れなかったことをやり遂げたわけで、その辺のやっぱあの違いっていう意味でも自分の中で満たされた部分っていうのはありますか。もともと俺の強さには本当、生まれた時から自信があったので、まあ挑戦すれば俺も確実に取れるだろうなっていうところもあったし、そういう力を見抜けない、ノアの会社、うちだよ見たかっていうところもねあって、本当大阪終わった後はもう俺の強さ見たか、このうちだっていう気持ちがすごい強かったなって思います。北宮さんも、まあ、戦前はあの個々の力というか、個と個のチームだと言ってましたけれども、タイトルマッチを終えてみて、その印象っていうのは変わらなかったですか。そうですね、やっぱり何よりも、チャンピオンシップをする上で大事なのはやっぱベルトが欲しいという、ベルトを取るんだっていうそのなんていうか執着というか執念のようなものだと思うので、 お互いにそれがチャンピオンチーム、全チャンピオンチームよりも勝ったというところが勝因だと思います。内田会長は、まあ、また剣王さんから見たかと、いうふうな発言がありましたけれども、このタグチームに対する、気持ちっていうのは改めてどのようなものでありますでしょうか。まあ剣王選手にしたらですね、確かに有言実行を果たしたので、そこはもう素直に認めるところでございます。で本当にまぐれで取れたような試合ではなく、非常にもう力と力のぶつかり合いで両者とも両チームともですね、消耗しきった中で戦って、素晴らしい試合だったと思います。ただそのチャンピオンっていうのはね、チャンピオンになってからも大変な茨な道を歩むって言いましょうか、今まではチャレンジャーだったので好きに吠えて好きに挑戦できますけど、今度は追われる立場になるので、ね、そこをしっかり自覚して、ノアの GHC タッグチャンピオンの誇りを持ってですね、とあと紳士的な態度を取るようにチャンピオンとして、それを願って
ておりますけどね。まああのそれと14日の後楽園ホールで慶応選手と大原はじめ選手の試合を組みましたけど、あまりあの今大原選手も陣屋とはいえあのノリに乗っておりますので、これは面白 い試合になるんじゃないかなと。またあのね、ややもしてちょっと天狗になっていると足元すくわれかねないぞというところもありますので、そこはあの慶応選手も身を引き締めて戦っていただければというふうに大人からのアドバイスでございます。とのことですが、慶応さん、まあね、大体この上から目線的なこう発言がすごい俺の中ではもうすごい腹が立って仕方ないっていうところもあるし、ね、大原と今シングルマッチ組んでやったっていうそういう発言が俺的にはもうすごい腹立たしいところがあるので、まあね、もう本当俺は今チャンピオンになったし、これからね、こいつに向かっても発信していきたいなと思うし、まあこうね、新生のあのファンのクソ野郎どもにもね、さまざまなこうね、今のこうノアの熱いところもこう見てもらいたいなと思いますね。あとすいません、あの大原戦も14日に組まれてると思うんですけど、この博多では杉浦戦もシングルマッチも決まってると思うんですが、そこに向けてはどのような、12月、1月、杉浦が一番美味しい獲物だなと思ってたけど、俺はもう今もチャンピオンになったんで、もうね、杉浦に関しては今もう本当何の感情もないかなっていうところもあるし、まあ今までね、あいつノアを引っ張ってきたっていうところもあるのだけど、まあ俺はね、今はもうチャンピオンなんで、本当ね、シングルマッチ組まれて上から行ってやろうかなって